志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。朕、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。おいもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。
カが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは賢治、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏、高を阿佐浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせ。でもうるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できた。なあ、本当にやるつもり？バカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いてるやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。あ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ、タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってなる。おい、止まれ。ダースだ、ダース。ほれ、酒だよ。酒か、ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんでさ。村の半分が焼かれてる。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら捕虜が死ぬんだろう。分かってる。じゃあ皆さん、この上見て、
門のそば。あれが人売りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。鷹のところに行くかも。おうぞ。きっと鷹は無事だ。肝が小さいから。行くぞ。ノエント、ビーネクオリオフコイン。おい、どうした鍛冶屋のタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。おるな。一人を見失う。先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。
땐 내게 뭐 있었다. 히토리다. 休ませてくれ、高田。やめてくれ。姉さん。高。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人。守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。ではそこから出るぞ。向こうが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。夜明けから猛虎を見てない。撒いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。
火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか？飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。Dunkel habe es nicht, ihr Sohn!待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ、村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。
全て一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか。使ったやつは引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ、あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？おじ上を救いたい。かねたの木に囚われておるのだが、守りが固く、人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。幸男か？はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。ありゃ誰だい？知るかよ。隠れろ。血を見るな、よいか？わかりました。猛虎に見つかった。ここにおれ。やだ、やめて。
キヨの使いだ。生きてるの？ついてこい、火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。沈まれ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ？川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何？戻るまで火を入れるな。火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間をいたぶるぞ。侍なんて知らない。村の奴らはどこに消えた。
どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。カジマまで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよここで猛虎を迎え撃つ。
い。Let's go.
お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている。酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。叔父上をお助けにはいけぬな。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。